防火防災サービスの担当の須藤です。よろしくお願いします。最近ではよく病院での消防計画作成についてのお問い合わせをいただいています。病院での消防計画作成にあたっては患者さんをどのように避難させるかという点がポイントになってきます。避難の順番ですとか方法についてはあらかじめ定めておく必要があります。気になる点等ありましたらぜひご相談いただければと思います。